私はすごいみたいな人いるじゃない、私の社会に対する貢献度はもうすごいんだぜみたいなことやついるじゃないか。おお、お久しぶりです。久しぶりで、おはようございます。お疲れ。はい、失礼します。はいお世話になってます。ちょっと一つ悩んでるのが、うん、あよ、その悩んで聞きに来る社員がちょっと最近増えてきてですね。あ、そう、何を聞き方、内容、会社に要は貢献しても、あの国にお金を取られてしまうし、本当に頑張ってる意味があるんだろうかっていう悩みの、まあ、社員がいまして、はいはい、それにちょっと私は何と答えればいいのかがちょっと難しくてですね。でも貢献っていうのはね、自分の頭で認識したいと多分その社員は思ってるんだろうけど、はい、認識できることでは貢献はほとんどないよ。なるほど。俺は今72歳なんだけど、はい、72年の人生をずっと振り返ってみて、自分でこうだああだと考えてやったことはほとんどダメ。貢献っていうのは疑問とそのまあいろんな悩みの中で、それでも一生懸命働き、まあ働き稼ぎ、まあ家族を養い、あとは会社のためにも別に普通に働くで、普通に働いたら極端に言うと税金も取られてるわけじゃない。でも税金取られてるだけだって国に貢献してるわけだから、要は税金稼げない人と比べてやっぱり稼いでる人は、俺もそうだけど、うんと取られてるわけ。この取られるだけでまたいろんなものが運営されてるわけで、わ、俺はだから国に貢献なんかしようと思ってなくたってしちゃってるんだよ。それが貢献だから。だから逆に貢献しようと思ってることは何にも俺もほとんど実現できない。人間ってそういうもんなんだよ。だから悩んでる人が一番ダメ。人生に体当たりでぶつかってもう何があろうと前に進もうと思ってやってる人、この人が結果論だよ、結果論、家族とか国とか友達とか会社にあの貢献しちゃうんだよ。貢献しちゃう。だから貢献ってのはしちゃうんだと。確かにそうです。あの貢献をしてると思ってる人、俺たくさん知ってんだけど、ろくなやついね。私はすごいみたいな人いるじゃない。私の社会に対する貢献度はもうすごいんだぜみたいなことやついるじゃないか。あとだからそういうなんか、ね、みんなからね褒められることばっかやって、もうそういう人全然ダメ。確かに本当に貢献してる人は黙って運命に体当たりして自分に与えられた会社とか仕事に邁進している人、うん、その人が結果論としては、あの人の人生は本当に他者のためになり国に貢献したと。俺なんかもこのままずっと本当に会社経営もそうだけど体当たりしていけば税金一つ取ってもすごい貢献度だよ、うん。これは俺実はしたくねえんだけども、そうなんだよ、したくないんだよ。国に貢献なんかしたくねえんだけどしちゃうんだ、これ。そういうことです。でも自分でしてるしてるってやつ多いじゃない。いますね。そうなんだよ、はい、それ で, そ, で、ね、はい、そういうやつに限って無職、国に貢献してと言ってるやつはみんなそうだよ、うん、自分の方が国から何かしてもらってる、うん、要はそうですね、うん、あの結果出さない人ほどそう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 、思えば俺みたいに割と職業的には結果出してる人は貢献したくねえんだから。もうこんな今の日本政府なんか大嫌いだから、税金なんかも1円も納めたくないんで本当は。でもしょうがないんだよ、こんなこれになっちゃうから。そうですね。でも貢献してるじゃない、うん、ということで、ですね、結果は要は次回ちょっとその相談が来たらその返答にそういうことそうだよ。でも理論としては簡単、真正面から受けて真正面から働いて真正面から体当たりしてれば家族にも友達にも国にも会社にも結果としては貢献しちゃうってことだよ。そういうのを貢献って言うんだよ。確かに思い当たる節はありますね。そうだよ、俺もだから72年間生きてても、とにかくこ本当に貢献したものってのは貢献したくないもんばっかりだから。そうですね、本当に。そうですね、だから結果なんだよ、はい、うん、確かにそうですね。そうだよ、あの一個思い当たる節があるのが、先代の時のまあおかげであの利益が10倍以上には
おお、そうか、できたんですけど、なったの、はい、大したもんだ、それは。ただまあ羨ましいよ、その運勢超太陽ね。いやなんですけど、そうですね、今あの貢献したくないけどしちゃってるっていうのはあります。そうだろ、だからそれがいいんだよ。それが真の貢献、だから今何でもこうマスコミの時代なんで、こう目立つこと、人から褒められること、だからボランティアをけなすわけじゃないんだけど、ああいうボランティアっていう名前で人助けしてますよみたいな。でも俺がちっちゃい頃までは、例えば家族のために全ての人生を投げ出してる人、俺のおふくろもそうだよ、みんなそうだった。で年寄りなんかだってみんな近所の運営っていうのは掃除から何からもう全部あの近所の人と家族がやってる。でも家族とか近所って何の褒められもしないよ。そうですね、当たり前だったじゃない。だから真の貢献っていうのは当たり前のことなんだよ。だからボランティアやってる人には悪いけど、あんなこと一生懸命やってる人は大して貢献してないよ。確かに、本当に貢献してる人って家族とか、はい、それから友達とか目の前にいる人だよ、目の前にいる人のために一生懸命親切にしたり、仕事のできねえやつほど自分をすごいと思ってる。で、自分ほど会社に貢献してるのはないのに、社長は見る目がねえと。で、仕事ができるやつもいる。でもできるやつはまだ足りない、こんなんでいいんだろうか、こんだけの仕事量じゃまだこんだけの給料をもらう資格がないとか、そう思ってるよ。あと夫婦だと同じだよ。そうですね、やっぱり本当に相手を愛してんなら、こんな自分でいいんだろうか、もっと自分は向上しないと、もっとやってあげないと、とお互いに思うことがやっぱり愛情じゃない。一番ダメな夫婦って、悪いけどよ、あの言わないけど名前は、あの離婚した人とかなんか大体私ぐらい良くしてあげたのに、あいつは何も分かってねえって話なんて、大体そうですね、私は相手をすごく良くしてあげたと、あの女房が家から出てっちゃったっていう男と、まあ、前に喋ったことある、ね、で俺は分かんないけど、女房がなんで出てったんだか全然分かんないしてんだよ。俺はその人にあんたがそういう人間だから出てったんだよって言ったんだよ。だってなんで出てったか全然分かんないって、もう出てってからも言ってんだよ。まあこれは逆もあるわけだよ。はい、逆もありますね。うん、まあ実は10年計画の中で、うん、あの実は会社を今事業で分けていって、社員を要は社長にしようとしてる。お、分社して。はい。まあ昔の乗れんわけだね。まあそうですね。うん、はい。そういうふうな形を考えてるんですけど、はい、そのまあ社員側が強い、要は日本っていうところで。今はそうだね。そうですね。社長を要は社員にやらせるっていうところの、要はストレスっていうところをやらせるべきなのかっていうのは少しやっぱ悩みがどうしてもあるんですけど、まあ、ただやったことによる人間的な成長っていうところに関してでいうと絶対やらせた方がいいとは思っていて、そこはすごい今ちょっと狭間で揺れている、これはどういう人材がいるかによっても変わるんで、はい、ただ今はやっぱり伸びていく人材っていうのはどこの会社もいないから、はい、あのたくさん店やなんかをやったりたくさんやってるところはある程度伸びたところで自滅してるよね。あの結局店長になる人がいない、人材がいない、あの吉野家なんか代表だよね、あれなんかもうスワーッと伸びてあるところまで伸びて全部あれ自滅なんだよ、商売がダメになったんじゃないんだよ、結局会社の伸びに社員と店長になる人がついてこれないんだよ。これは考えないと、やっぱりたくさんありますね。あるよ。だから昔みたいに俺が子供の頃までの日本ってのは貧しかったから、あの貧しい時代っていうのはお金さえ出しゃもう馬車馬のように働いたんだよ、うん、でも今違うじゃない。そうですね、そうですね。だって今はねみんな忘れちゃったけど、俺子供の頃までは全国の家電店ナショナルチェーンってなってる、ナショナルの家電店っていうのは今となっては信じられないけど、俺が小学生の頃だよ、もう松下幸之助がそれを日本で初めて発案した。ハワイ旅行、全国のチェーン店で成績が例えば1万点ぐらいあって5位とか10位までをハワイ旅行に招待したんだよ。これで全国のナショナルチェーンの人がもう死ぬほど働いたんだから、日本国民で貧しかったからなんだよ。要は今のハワイ旅行なんて誰も働かないの、行きたきゃ自分で行けるしね、まあそうですね。そうですね、はい。でも俺が小学生の頃ってテレビでももういろんな番組で1年ぐらいかかって大変なクイズとかだといろんな冒険で、最後の商品って大体ハワイ旅行で、これでもって
もう死ぬほどの努力をする国民が多かったわけで、ナショナルチェーンの代表だから。もともと松下電器が成功した理由は、昔そういうことする人いなかったんだけど、夏下幸之助が最初にそういう、まあ、悪い言葉で言うと餌をぶらされたわけ。昔の経営者っていうのはそういう人いないんだよ。割とそういうの下品だと思ってたよね。なんかこんなぶら下げんのさ。でもよくよく考えると織田信長もやってましたけど、やってるんだけど、あの評判悪いじゃない。そうですよね。だからやっぱり信長ってそういう点では、信長嫌いな人はみんなそういうとこだよ。そういう人を餌で釣るみたいな。まあどうしてもその辺は評判悪くなるよね。うん。でも松下の成功なんかはやっぱりそれだよ。うん。ナショナルチェーン店の人はもう、俺が子供の頃は子供が見てても本当に昼夜ない夫婦家族で、もう徹夜でも働いてたもん。すごいよ、あのエネルギーは。建設会社ではなかなか珍しいと思うんですけど、はい、女性の今度管理職を一人あの立てられそうなぐらいにはなってきたんですけど、はい、その方は一人でシングルマザーで子供を育ってるんですが、はい、まあやはり生活が厳しいっていうところがあってですね、まあ頑張るっていうことだったんですけど、なかなかやっぱり税金が上がってきて生活が苦しいっていう社員が増えてきて、はい、その社員に対してどういう答えを出してあげるべきかっていうのがですね、まあこれは会社の状態だな。ですね。会社も給料払えるなら上げてないんだよ、うん、払えねえのに上げたら潰れちゃうから。そうですね、はい、そういう状態だよな、はい、これはいいとか悪いっていうのと違うよな、うんうん、だから今のその政府の言い方、勝手にコロナでお金ばらまいといて勝手にインフレ作って、で、物が上がったから会社に全部賃上げしろとか、うん、ああいう勝手放題なことを政治家は言ってるけども、あれはてめえの金じゃないからだよ、うん、会社なんて金がないのに払えば潰れちゃうし、まあ余ってたら払うのは当然で、うんうん、当たり前のことだよ。だから賃上げしなきゃいけないとか、した方がいいかしない方がいいかっていう問題は間違いだよ。儲かればする、儲からなかったらしない、簡単な答えしかないってことだよ。そうです。実は今評価制度っていうのを作っていて、うん、まあ簡単に言うと頑張る社員は給料が上がって、頑張らない人はもうそのまんま上がらないっていう、はい、制度なんですけど、うん、まあ、だんだんそれ開きがどんどん出てきてしまっている。まあ当然出てくるよな。そうですね、うん、その場合にこう、まあ、今だとそういうのってやっぱ世間的にはその格差作っちゃいけないみたいなところが、いや開きが出てくるのが今のトレンドだよな。ああ そうしないとダメだと言われてるよな、うん、まあもともと開きがない、うん、みんな年功でなってくのが日本だったから、はい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 、これを打破しなきゃいけないってことは政府も言ってるわけだから、はい、勝手に、はい、打破する人はもともとないんだけど、はい、でもまあ国はそう言ってるから、そうです、うん、で広げていった結果、やっぱり昔からいてそれなりにやってきた人っていうのはやはりちょっとこう面白くないっていう人もやっぱり増えてくるので、仕方がないな。それは仕方ないっていうところですね、うん、仕方ない、うん、嫌ならやめてもらうしかないですね、うんうん、こういう人に気を取られてると、うん、経営は必ず失敗する、うん、ダメな人間に気を取られてれば、はい、自分もダメな人間になっちゃうから、はい、経営者がダメになれば会社は潰れるから、はい、そうです、うん、サラリーマンはやってられるのは給料はもらってるからやってられるんで、うん、経営者の場合はそれやったら潰れちゃうんで、うん、まあ、今はどちらかというと高いところに行こうっていうところであんまり引っ張られないようにはなってるんですけど、うん、まあ、日本がダメになった最大の理由だからね、もともと学校も全部、うん、そういう一人も落ちこぼれがないようにやろうと思って、はいはいはい、で、はい、結果論としてはそうです、ね、40年50年そういう政策を取って勉強そのものを全くしない学校になっちゃったわけだから公立校は。そうですね、確かに、はい、だって勉強をさせればどうしても成績の差開くから。そうです、ね、東京都もみんなね、あれ名門都立校を潰しちゃったじゃない、はいはい、名門があればね、いい学校から悪い学校までこれ差別ができるわけで、うん、当たり前だよ、うん、で都立潰して結局都立全部ダメになっただけで、結局私立校が良くなっちゃっただけ、うん、確かに一時期手つないでゴールしましょうみたいなのありましたもん、ね、みんな今でもそうだよ、一等賞二等賞つけてもいけないっていうね。おかしな話ですけど、いや今それと同じ喋ってんじゃん。そうですね、今言われてみればおかしいこと、あなたが言ってることはそういうことなんだよ。そうですね、で学校なんて税金で運営してるから、うん、まあなんとかなるけど、会社がそれやったら終わりだから。そうですね、うん、だから不平不満のは昔は窓際族っていう言葉があったんだけど、この方々にはいやならやめてもらうしかない、うん、そうですね、しょうがないよ。
いいと言ってんじゃないけど、うんうんうん、仕方がないってこと。仕方ないです、うん、あ、そうですね。だいぶあのなんか先代が優しい系やってきたので、あの先代の時代はあの高度成長期だから。そうですね高度成長期は普通にやってれば儲かったんで、どこでも、うんですね、だから先代はできたんで、うん、今これからを生き延びなきゃいけないあなたはもう激動の今時代を生きてるんだから、先代の真似したら潰れるよ。これは時代の差。はい、まあ、ちょっとそこで納得させるっていうところですね。でもまた先々代がいればものすごく厳しかったですね。貧しかったかに、ね、もう労働条件がない、もうそれこそもうものすごい過酷な労働で、だからただそんだけの違いだってこと言ってる。頑張ってくれよ。頑張ります。おう、いや、ありがとうございます。はい。